こんにちは、キューブです。箱が全くの無地のボール箱シリーズことサンダーメイヘム編、その第3弾がこの間届いたのでまたお送りしていきたいと思います。というわけでレビューしていくアイテムはこちら、 TCC サブスクリプションサービスバージョン 4.0 トランスフォーマータイムラインズダブルターゲットマスタースピニスターです。こちらのシリーズしばらくぶりの第3回ですね。ちなみにこの動画からご覧になった方のために注釈を一つ、タイトルにあった TCC サブスクリプションサービスというのが何かについてはこのシリーズの第1回動画ニードルノーズの時に詳しくご説明していますので、よろしければそちらをご覧ください。では早速見ていきましょう。というかパッケージは今回も封止めのシールしか情報がありませんね。こちら例によって TFSS4.0 の3と書いてあります。ということで開けていきましょう。例によってスポンジのインナー、そしてこれを開けると入っていますね。そしてさらにこれを取り出すと底面に説明書、今回も欠品がなくてよかったです。中身を取り出してみるとこんな感じ。スピニスター本体に個別の武器、それにコンバイナーの手足ロボに毎回ついているおなじみのパーツとターゲットマスターが2体、それに説明書。以前こちらのシリーズの動画でこのサブスクリプション 4.0 にはダブルターゲットマスターが2人いるとお伝えしたんですが、今回のスピニスターがその2人目ですね。ご覧の通りターゲットマスターが2人付属しています。名前はそれぞれシンジとヘアスプリッター。シンジってなんだか日本人名みたいですけど、綴りは SINGE、 れっきとした英語名です。シンジェと読んだ方がカタカナ的には座りがいいかもしれないですけど、まあ向こうの発音をそのままカタカナに直すんであればシンジですね。今回もこの独特の縮刷版っぽい感じの説明書と、そしてテックスペックカード、こちらにはちゃんとこのカード専用に起こされたイラストがバッチリ載っています。これ毎度言ってることですけど、こんなにがっちりイラストを起こすんであればこのシールを作って箱に貼るぐらいのことはしてもいいんじゃないかと思いますけどね。ではまずスピニスター本体を見ていきましょう。今回も新規型ではなく既存型のリカラー、元になっているのはエアボットの海外のコンバイナーウォーズでだけ発売されたアルファブラボ、日本で発売されたユナイトウォリアーズに限るとガーディアンについてきたブレイズってことになりますかね。ちなみにこの間発売されたブルーティカスについているボルターもほぼ同じ構造ですけど、あっちはそこそこ形が違っていますね。一番わかりやすいのがこのプロペラ、ボルターの方は4枚バネになっていました。ギミックとしては先ほどからまあ何度もお見せしていますが、こういう風にプロペラが回るようになっています。次に武器の取り付けですが、本体のこの2つの部分が5ミリ穴になっているのでここに取り付け、さらにこちらのコンバイナー武器は底面のここに取り付ける感じですね。このアルファブラボーの方は下に着陸の足がないので、それをこの武器で兼ねてるっていう見立てですかね。コンバイナー武器なので稼働もするので、こういう風に銃として角度をつけることもできます。ただこのサイドに取り付ける方の武器なんですが、こちらご覧ください。この黒い部分実は全部塗装なんですよね。穴の中まで塗料が行き渡っています。なので塗装膜がちょっと厚みがあるせいでですね、穴の径が若干小さくなっていて取り付けがめちゃくちゃ硬いです。まあ取り付けられないほどではないんですが、繰り返していると当然まあこの塗装が剥げてくる可能性があると思いますね。なのでこれサブスクリプション毎回そうなんですけど、あまり頻繁に付け外ししない方がいいかもしれません。ちなみにターゲットマスターまで含めて全部の武器を一度に取り付けようとするとこうですかね。本当言うとこのターゲットマスターはこれ若干ほんのちょっとだけですが干渉していてまっすぐついてないんですけど、まあこれしかないような気がします。今回のスピニスターも前のニードルノーズやラッカス、まあ正式な商品名はグラビュージらしいですけど、あの2つと同じく元になった G1 のアイテムが存在します。スピニスターの場合はニードルノーズと同じダブルターゲットマスターの同名のアイテム、まあ国内では発売はありませんでしたけどね。でですね、 G1 のスピニスターは今回のこれとちょっと違って主翼があるタイプのジェットヘリだったんですよね。なので翼の下にこのターゲットマスター2つを喧嘩できる形になっていたんですけど、今回はそれはありません。というかまあコンバイナーということもあって、ただでさえ元から2つ武器を持っているので4つ取り付けておくというのはなかなかシビアでですね、これ以外ちょっとどうしようもないような気がしますね。ただスピニスターとしてのカラーリングは毎回のサブスクリプションアイテムがそうですけど相当頑張っていて、今回も一目でスピニスターですね。この独特なちょっと毒々しい配色がよく再現できていると思います。
では変形させていきましょう。このアルファブラボー型はコンバイナーとしてはかなり最初期の型なんですけど、スペリオンの時の追加動画が伸び伸びになっているせいで、チャンネルキューブ的には初のご紹介ってことになりますね。ではトランスフォーム。完成、ダブルターゲットマスタースピニスターです。ではスタイルを見ていきましょう。顔のアップです。今回も頭部の変更などのリデコ要素は一切なくて完全なリカラーですね。ただ今回もサブスクリプションの通例通り結構塗装は頑張っています。例えば足のサイドに入っているこの矢印、それからちょっとこれ背中に隠れてしまっていてもったいないんですが、ここを下げたところに見えるこの四角い赤い部分、こういったところは全部縁取りで結構細かいマーキングなんですけど、シールではなく塗装ですね。ちなみにここに見えているこの赤い四角い部分は昔の G1 のスピニスターにもあって、これはですね、昔は膝に来るはずだったんですけど、今回は変形のプロセスが全然違うのでちょっと背中に隠れてしまっていて若干もったいないですね。あと塗装でもう一箇所頑張っているところといえばこの頭部ですね。これアルファブラボーの全くのリカラーなので、実は頭部の造形ゴーグル型なんですけど、目がゴーグル型の造形のまま塗装だけで無理やり3パートに分けて塗ることによって、ゴーグルではなくデュアルアイを再現しています。これすごいですね。さて付属の2人のターゲットマスターを改めて見ていきましょう。こちらの黒い方がシンジ、紫の方がヘアスプリッター。今回のこの2人はこれまであったニードルノーズとかスクープとかと違って G1 と名前が全く同じで変わっていませんね。そして今回のこの2人も金型はスクープの時の2人から全く同じ、実にニードルノーズも含めると3アイテム6キャラにわたって全く同じ金型を使い倒しているということですね。この辺の割り切りはいかにもサブスクリプションアイテムっていう感じですね。ギミック面も当然ながら全く同じ、こういう風に個別に武器にすることもできますし、変形プロセスでお見せした通り合体武器にすることもできます。ちなみにどちらが上でも合体させることができますね。次に可動を見ていきましょう。まず頭部、ここは例によってボールジョイントで柔軟に動くほか、この下にあるコンバイナージョイントと直結しているので後ろや前に倒すことでちょっとだけ前後角をつけることもできます。次に肩、こちらも柔軟ですね。ボールジョイントになっています。垂直に上げることができるほか、ここご覧ください。結構ボールジョイントの受けが深く切れているので真横に上げることもできます。肘は90度、ここ結構硬いクリックがついていますね。アルファブラボーの時それほど硬くなかったんですけど、今回ここ結構強化されています。それと肘関節のすぐ上で縦ロール、手首の部分はワンパーツなので基本全く動きません。胴体は一見するとどこも動く場所がないかのようなんですが、変形プロセスで一回回していた通りですね、この高さで腰が360度一応回転するようになっています。股関節はボールジョイントで非常に柔軟ですね。前後に180度近く動くほか水平にも上がります。あと股関節のすぐ下で縦ロール、膝も90度まで曲がります。デザイン上足首の可動はあまりないんですけど、変形の恩恵でつま先だけはこういう風に動かせますね。ただそんなに硬い可動ではないので設置にはさほど変わりがないかもしれません。ポーズをつけるとこんな感じ。
ポーズショットをやっているうちに徐々に思い出してきました。ですね、このアルファブラボー型は足首自体はデザイン上なくてつま先しか動かないんですが、変形の恩恵でこの部分がこうやって外れて二重のボールジョイントでかなり柔軟に動くんですよね。でここに結構硬さがあるので、この部分が第二のかかと、第二の足首として稼働するせいで、足を相当極端な角度で設置させてもこの部分が、ご覧ください、起こしてしまえば常に水平を保つので、ポーズ付けと設置めちゃくちゃ優秀なんですよね。これそういえば忘れてました。これいいですよね。大きさを比べていきましょう。アルファブラボー型はチャンネルキューブ的には何気に初めてなので、12分の1のネゴシエーターと並べてみるとこんな感じ。頭一つぐらい小さい、まあデラックスクラスによくあるサイズ感ですね。これまでご紹介してきたニードルノーズ、ラッカスも合わせて3体で並べてみるとこんな感じ。やっぱり3つぐらいまで揃ってくると数が揃ってきたなっていう感じが出てきますね。というかこのシリーズは塗装が一つ一つものすごいので、3つ並べるとえらくカラフルですね。このサンダーメイヘム編のアイテムはこうやって一個一個ご紹介しているうちはえらく地味なんですけど、数が揃ってきて最後メイヘムアタックスカットが勢揃いした暁には多分限定アイテムならではのすごい風格を放つようになると思うので、自分も今からそれが楽しみです。以上、 TCC サブスクリプションサービスバージョン 4.0 トランスフォーマータイムラインズダブルターゲットマスタースピニスターのレビューいかがだったでしょうか。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて TCC サブスクリプション 4.0 第3弾のスピニスターのレビューいかがだったでしょうか。サブスクリプションのアイテムってトランスフォーマーの限定品としてはヴィンテージを除けばかなりレアリティが高い部類のアイテムだと思うんですが、でも冷静に考えると要はただの色違いですよね。自分は基本は構造フェチなので、よほどキャラに魅力がない限りは単なる色違いと分かっているものは買わないタイプで、例えば今回はレッカーズ合体のルイネーションと並べたいっていう野望があったので例外的に買いましたけど、普通は買わないです。でも正直限定やレアリティっていう言葉には魔力はありますよね。そこで今回ズバリ皆さんに伺います。皆さんは冷静に考えるとあまり欲しくないとか、あるいはそれほど価値のある仕様ではないと思えるはずのものが、限定とかレアリティとかっていう言葉の魔力に背中を押されて買ってしまったことってあるでしょうか。そうやって買ってしまったものの思い出などもしありましたら下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、そうしょっちゅうではないんですが、あったかと言われれば明らかにありましたね。一番典型的な例がライダーベルトですかね。自分このチャンネル見ていただいてればお分かりの通り、どちらかというと変形ものとかフィギュアとか手でいじる系のものが中心で、あまりなりきりの変身シリーズって買わないんですけど、ライダーベルトって発売から数ヶ月間は全く買えないみたいな、まあ最近の年はそうでもないですけど、数年前まで枯渇して売り切れてしまう典型的なアイテムでしたよね。でおもちゃ屋さんとかに何の気なしに行った時に、たまたま今市場のどこでも売ってないようなものの入荷の瞬間に出会えるっていうことがあった時、別に買う予定もなかったのに買ってしまったっていうライダーベルトが確か 2,3 本あったはずだと思います。ウィザードライバーとかが確かまさにそうだった記憶がありますね。本当に買うつもりがなくて、というかもともとおもちゃ屋さんに寄る予定もなかった日なのに寄って会って買ってしまったみたいな、そんな流れだったように記憶してます。皆さんはこういう限定とかレアリティとかの魔力に背中を押されて、本当はいらないんじゃないかとか、そんなに価値ないんじゃないかみたいなものを思わず買ってしまったことあるでしょうか。ご意見お待ちしています。